皆さん、こんにちは。マーケットライブの時間がやってまいりました。本日の講師は、楽天証券 f x ーリングの荒地です。どうぞよろしくお願いいたします。なお、この動画が気に入りましたら、いいねボタンとチャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします。では、早速本日のマーケットを見てみたいと思います。現在、ドル円は129円の後半、129円7号前後で取引されています。 今日の東京マーケットの高値を見ると、えー、一時130円台に入っていて、130円の25までドル高円安だったんですが、今押し戻されて129円台後半です。ユーロドルも今週はユーロ高が進んで、えー、います。現在ユーロドルは1.0890前後ですね。 今日の高値を見ると1.09にワンタッチしていますけれども、ユーロも少し押し戻されて1.08台後半で再び1.09を狙うかどうかというようなところですね。ユーロ円は141円の28銭。5ドル。5ドルもですね、強いですね。5ドルは0.7122まで上昇しています。 5ドル円は92円の41。このようなレベルで現在、東京マーケットで取引が行われています。では、ドル円、チャートを見ながらですね、振り返ってみたいと思います。ドル円、このチャートは1月の16日から1月の27。ですから2週間のドル円のチャートであります。1時間足のチャートですね。 でこれを見るとですね、えー、ドル円、えー、特に今週などは、もちろん1日1円ぐらいのですね、値幅はあるんですが、どうもディレクションがはっきりしてないようだと。ということで、2週間前を見てみるとですね、今やっぱりドル円のですね、レンジ、この動きというのは、この赤で囲ったこのレンジを抜けきらないですね、上も下も。 この時何があったかというと、これは日銀会合があった時です。日銀会合の時に131円の58銭まで上をつけた後にですね、その後急落して127円のミドルまで下がってきていると。で、それ以来ですね、ドル円はこの上も下も抜け切らないで横ばい状態で推移していると。 ということで,すで、す、まあ、この日銀のです、ね、レベルから見て、一、えー、つのドル円のポイント、ところにあるのかというと、やっぱり注目したいのは50%なんですね、えー。この1円の58と7円の57、これのちょうど真ん中50、50%、高値と安値のですね、真ん中が129円の60ぐらいのレベルなんですね。 で、えー、今、ドル円はちょうど真ん中のレベルに来ているというところです。ですから、まあ、ニュートラル。まさにニュートラルということで、どちらの方もですね、はっきりした方向感が出ていないということですね。この200日線、ちょっと水色で見にくいのかもしれないんですけど、ちょうど200日線のところにも来ていると、かかっているということなので、えーまあ、平均レベルからしてもですね、 ちょうど中間レベルということですね。ただ、これをですね、ちょっと、まあ、この日銀の後の高値と安値の50%のところで、下の部分をですね、ちょっとマスキングしてみると、よりわかりやすいんですけれども、奴隷はですね、この日銀会合が終わった後は、えー、まあ、レンジとはいえですね、 この50%よりも上で過ごす時間の方が、えー、長いんですね。ほとんどの時間っていうのは、この50%のレベルよりも上で、えー、過ごしているんですが、つまりそれだけですね、えー、ドルの買い戻し、円安の方がやや勢力が強かったんですが、それでも高値が132円の70銭までということで、この日銀の 時のレベルを超えていないなんです,、ね、ですので、あ、これ失礼しました。こう131円の10ですね。ですから、131円の58のところを超えていないということになります。そういう意味では、えー、円安の時間が50%よりも上で過ごす時間が多いんですが、ドル円、なかなか上の方、えー、攻めきれずに少し疲れが見えてきていると。 それで今下がってきているというのが状態なんですね。これを、えー、もう少し長いところで、えー、見てみたいんですが、これは今年の1月からの、まあ、2023年のチャートです。2023年今年は上は134円の77銭、下は127円の21ということで、日銀でですね、大きく動いているんですけれども、 この日銀のイベントも、この上下のレベル、高値と安値を超えるほどのインパクトはなかったということになりますね。で、この高値と安値の50%を再び注目したいんですけどこれが131円になるわけです。で、何かというとですね、えー、まあ日銀の後はですね、どちらかというと、円安の方に ドル円行こうとしてるんですけれども、今年1月からの動きを見るとですね、この50%のところをマスキングすると、ドル円、日銀の後を含めてですね、このドル円は今年の高値と安値の平均点より上、つまり50%以上に行けていない状況が続いているんですね。むしろこれで見るとですね、 ドル円はですね、えー、今年の高値と安値の50%という、この131円のレベルから見ると、何度かこの平均レベルを超えようとしているんですが、そのために跳ね返されているということになります。ですので、短期的には上の方に行っているように見えるんですが、えー、1月からの少し長いスパンで見た場合には、 ドル円はですす。ね、ちょっと上値がが重い感じがしますそういう意味で、えーまあ、さっきのです、ね、50%もそうなんですけれども、ちょっと、えー、長いところを,、えー、を見ると、この131円を超えられるかどうかが、ブルとドル円のブルとベアの分かれ目になってきます。で、えー、2 0日線は129円の4号、ちょうど、まあ、先ほどと同じレベルにありますので、 この129円の4号でサポートされるか、あるいはここのところで跳ね返されて下がった場合には少し127円台に行く可能性があります。まあ、ただ、まあ、レンジがついているんですけれども、今週は1月の後半はですねレンジ特に一気などレンジがついているというふうに言ったんですが、まあ、来週からは大きく動く期待があります。 なぜかというとですね、えー、来週の注目指標として、まず1日に FOMC があります。それだけではなく、2日、えー、翌日には BOE、イングランド銀行と ECB、欧州中央銀行の政策金利があるわけですね。つまり、メジャーな中央銀行の政策金利が相次いで 発表されると、まあ、円の材料は、えー、日銀のところである程度出たんですけれども、ただドル、ポンド、ユーロ、そしてそのクロス円という意味では、来週の終盤からですね、大きい材料が相次いで発表されて動く可能性があります。そして、えー 来週金曜日、一週間後はアメリカの1月の雇用統計の発表もあるわけですね。ですので、今、レンジでどちらの方に動こうかっていうふうにマーケットを考えていますけれども、来週のこのイベントでですね、特に FOMC、これからまあ利上げをやめるのかどうか。一方で ECB はですね、これからまあ利上げを積極的にするというふうに言ってるんですけれども、実際、 利上げ幅が0.5%に引き上げられるのかというようなですね、注目の、まあ、非常にマーケットが興味を持っている内容の発表がありますので、これはドル円の方にも影響してくるんではないかなというふうに思っています。で、まあ、これがですね、 重要なポイントなんですけれども、えー、先ほどちょっと言いましたけれども、下の方、過去90日間に遡っての安値って127円の22なんですね。つまり、今年の安値のレベルですね。ですから、来週の大きなイベントで、この127円台まで下がっていく、200時間移動平均を超えて下がっていくということになれば、少しダウンサイドの方に弾みがついて、125円っていうのが、 2月見えてくるのかなと思います。逆に、えー、上の方はですね、この134円台、ちょっと今はですね、遠いような感じがしますけれども、このレベルを超えてくると、再び140円ということになるかと思いますが、まあ、これもイベントしたいということですねで。あともう一つ注目したいのは、実は5ドルン、えー、先ほど、一番最初にですね、0.7台にタイドルで 入っているというふうに言ったんですけれども、このように見るとですね、5ドル円、今、非常に勢いのある、特に5ドル円ですね。ですので、まあ、この10日間と20日間の高値を超えて、次は95円を目指そうかと。次の大きなレベルとしては95円なんで、まあそういうような勢いがある通貨ですので、まあドル円とともに5ドル円、えー、動く通貨ということであれば、 今までずっと静かだったんですけれども、このゴードレイも注目していきたいなというふうに思います。まあ、いずれにしても、えー、今週少し神経質な動きで方向感は出なかったんですが、来週、そして2月はですね、まあ、政策金利の発表と同時に各中央銀行が今年の前半の政策のガイダンスをマーケットに提供してくれるので、ある程度 ドル円も方向感が出てくるかと思います。ですので来週のマーケットは期待したいと思います。今週は以上です。この動画が気に入りましたら、いいねボタンとチャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします。それではまた来週よろしくお願いいたします。さようなら。